そしてです。せいやです。うん。まっすぐ。足でまといアキネーター。よりいいチームを目指すために、はい。粗品、せいや、西、佐川でアキネータークイズに挑戦。もう頼むで。4人で協力し、左の人から順番に、はい、家で答えられる質問をしていき、2分以内にお題を当てられるのか。うん、2分以内に答えにたどり着けばクリア。うん、タイムオーバーした場合は、ノットクリア。うん、その後、一応全員、せーので今思っている答えを言ってもらい、正解発表します。はあ。それ聞いた上で、フィードバックの時間に移ります。それぞれのパフォーマンスはどうだったのか。一番足を引っ張っていた足手まといを洗い出します。何それ。足手まといを選ばれた人はペナルティーとして、他のメンバーからポジティブなアドバイスを受けたり、時には厳しい態度で小言を言われたり、罵声を浴びせられることもあるでしょう。クリアすればそんな悲しい時間発生しません。力を合わせて頑張りましょう。ああ、そのなんか、みんなでディスカッションすんのや。最後の終わりに。まあ、質問のセンスとかそういうことですよね。はい、なるほど。4人で、せーので、答えれたら OK。順番は左の人から順番。こう。はい、じゃあ、佐川、せいや、粗品、西ですか。はい。パパです。OK。じゃあ。まあ、一回やってみようか。OK。東京さんがお題を。はい、考えるので、はい、順番に。OK、OK。2分もじゃあ数えてもらえますか。はい、じゃあ、スタート。はい。何せ架空のキャラクターですか。まだね。はい。あ、まだか。おお、ナイス。まだや。待って。男ですか。はい。人間ですか。いいえ。ほらい。それは日本の作品ですか。いいえ。ジャンプ作品だ。じゃあ。おいおいおい。映画考えとけよ、この時にも。映画もあります。はい。やばい、時間ない、それはマーベルですか。いいえ、超有名ですか。はい。なんやねんそれ。まあ有名やろ。スピード重視。お題にすんねんから。ハリウッド映画ですか。いいえ、この三角。三角、はい、欧米の作品ですか。はい。DC コミックスですか。いいえ。マーベル。日本で吹き替えされたアニメが放送されてますか。入ったら言うよこれ。日本で見ることはできます。アニメ。うん、いけって。いけ。1分経過。おい。終わり。え、まだ。あと聞き間違うな。ああ。かわいそう。聞き間違うの。メガネかけていますか。ないそれ。攻めちゃうやろおい。あ、人間違う。黄色いですか。いいえ。もう攻めるね。ワーナーですか。いいえ。大きいですか。いいえ。怪物的なキャラクターですか。いいえ。大きくない。あ、大事なこと。やっぱり赤いですか。三角。任せろ。ディズニーでしょ。はい。ほら来た。ディズニーランドに行ったら会えますか。はい。いいね。ピクサー作品ですか。いいえ。いいね。青いですか。いいえ。オールドメンバーですか。で、せーのクリアです。あ、そうか、たどり着けてないか、はい、あ、最後になんとかで、あ、だから俺が最後シュートは打たなかった。あ、そういうことだ。あれ、ピーターパンですか。途中で何々ですかって言っても、あ、言ってもいい、はい、なるほどね。あ、何投してもいいですかそれ。まあ、じゃあ2罰にしましょうか。なるほど、2回まで、3投目までに。めっちゃ大事やで、シュート打つやつ。あ、そういうことな。じゃあ皆さんそれぞれ今思い浮かべてるキャラクターを言ってください。せーので。ちょっと待ってよ。はいはい。え、赤が、浮かびました。赤がはいって言ってました。ちょっと三角みたいなところ。ああ、じゃあもう、うん、あれあいつか。うん。OKOK。せーの。ミッキーマウス。ミッキーマウス。シンバ。え、ライオンキングの、はい、答えは正解は、ピグレット。全員ちゃうやん。まあ、ピンク系。赤、三角。うわぁ。で、これでフィードバックの時間。いや、正直その自分のことで悪いけどディズニーでかかったと思うな。遅ない。でもいや、みんなが遅いから。いや、やっぱちょっと一回 DC とかちょっといらんかったから。さっきディズニーやろ、 DC とかの。いや、 DC で「はい」言われてどうすんの。 DC で「はい」。メガネ早すぎるやろ、女。メガネは早いな。メガネ意味わかる。俺 の、 その人間じゃないっていうのが3番目にいったんすごない。結構人間やと思ってたんじゃん、男。俺は男ですかって聞いて、うん、はいっていうこの、うんのところでパンっていったからな。いや、それはまず俺が最初に架空のキャラクターですかっていうので、はいがあったから。あ、まあそれもよかったし、架空を見たところでは人間やないっていうのが。いや、差が遅い。
え答えんの。そう、基本的に急がないと。いや、頭の回転悪い。じゃあ、俺考えたやつが、ここで一回。ああ、何やこれここで一回。何やこれここで。何やこれその、日本の作品ですかってさ、いう質問があって、違いますって言って。俺、その時、その、次、ジャンプ系ですかって聞こうと思ってたけど、あ、違うんやってなって。あれろ、タイムロスやったな。タイムロス。それあるで、これ。いや、まあ、パパっていかな。そこでとどまったんやけど、その俺が大きいですか、EA での怪物系ですかね。いや、でも、大きくないって言ってる。モンスターネックとかだったら、あるじゃないですか。あるある、怪物系な。うん、いや、てか、その、超有名ですか、マジでいらん。いやあれ、愚問やわ。いや、いるいる。愚問。スピード重視すぎる。いや、からしこのチーム、カツラとか出るからさ。ブレイヤン。一応ひどいだんや。いやいやいや。超有名ですかで、ハイやんだっけ、うん、はい。ピグレット、超有名か、うん、超有名やろうよ。いやいや、プーさんとかやったわ。いやいや、そうやな。そうやな。そうだったらシンバだわ。当たっとんね当たっとんねそうやな。そうだったらシンバでは絶対ない。シンバ超有名ちゃうもんな。フィードバック対象外じゃないですか。メガネかけてたんちゃう、はい、じゃあ、足でもあと指さしてください。せーの。西。はい。まあ、一発目はね。下手誰なんでした？佐賀さん。なんで？ここの喧嘩見てられへん。でかだからクリアして、はい、ってやろう。オッケー。そうやな。ちょっとまずね。一回ちょっと。これおもろいな。いや、だからそもそもそうやな。シュート誰も打ってなかったもん。もう次行こう。西さん。で、西さんから行こうか、次は。オッケー。はい、じゃ確かにシュート。じゃあ、つあじゃあ逆回りにさ、じゃあ次。もう行こうか。オッケーオッケー。シュート打とな。ほんまに打てる人。スタート。それは人間ですか？いいえ。ものですか？はい。よっしゃ。家の中にあるものですか？あれね、三角ある時もあります。車とかじゃ架空のものですか？いえ。日本でよく見かけますか？はい。だいたい1万円以下ですか？はい。おい、水回りで使えますか？いえ、うん、今この部屋の中にありますか？いえ。1000円以上しますか？三角、ここの4人全員持ってますか？そういう時もあると思います。そういう時も、家電ですか？いいえ。若い人が使いますか？ジャンル絞らない。いい、三角。身につけるものですか？いいえ。 CM やってますか？はい。うん、1分経過。食べ物ですか？はい。きた。いいね。デザートですか？いいえ。いけいけいけ。飲み物ですか？いいえ。食べ物やってるの。麺類ですか？麺類ですか？いいえ。チェーン店ですか？にもあります。デートで食べますか？そんなに上位じゃないと思います。米使いますか？いいね。いいえ。いきます。味噌汁ですか？何してんのお前。何してんのお前。飲み物ですか？もういいやし。お母さんが作ってくれますか？あんまりいいえ。あんまりいいえ。あんまり洋食ですか？いいえ。和食ですか？いいえ。いいよ。ジャンル絞れ。デザートですか？これ聞いたやろ。やばいやばい。マジで。中華ですか？やばいやばい。はい。あ？中華。コンビニで売ってますか？急げ。はい。それの専門店がありますか？はい。行きまーす。餃子。お前二発も。もうこれ代表戦やったら大炎上やろ。シュート外しすぎやろ。ノットクリアです。これはひどかったな。ひどかったな。ありがとう。この時間が楽なるわ。ありがとう。いや。これでもむずい。はい。せーので思ってるもの。はい。いや惜しかった。中華まで絞れた。いや中華まで行った。中華まで行った。で専門店あるって言ったから。じゃあせーの。ラーメン。ラーメン。麻婆豆腐。肉まん。正解はシューマイです。惜しい。肉まん惜しい。肉まん超惜しい。肉まん惜しいな。天津ですかって聞きや。お前が終わらしたんや。俺回ってきて。俺もう終了って聞いたからとっさの判断で言ってんで。俺も聞きたかったよ。天心ですかって。でも時間なかったから。なぜ時間なかったか。グダグダしてるから。いやいやいや、ここがお前のデザートの時間。何がデザート。ちゃうで、砂漠やで。
砂漠ですかって意味やで。それジェザートで。ジャンルとして。そうそう。砂漠ですかって意味やで。中華ですか。スイーツですか。そうやで。サボテン一点張り。そうそう。サボテン一点張り。デザートですかってそういう意味やで。いや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 。それよりそれよりやな。はい。あのお母さん作りますかって言った後にやら和食ですかって聞いたやつ俺やろ。和食はちゃうぐらいかな。お母さん作りますかでいいえやねんから。それで和食ですかはちょっとな。お母さん作るから和食を。え、誰がお母さん作りますかって聞いた。お前か。え、それが先やって。お母さん作りますか。和食ですかって聞いた誰。でも佐川さんが洋食ですかって聞いていいえで、僕和食ですよね。いやいや、それは安直すぎる。そっからこう流れになったじゃん。いや、そこで中華ですかでも言っといてよかった。そうやな、そうやな。それはちょっと、いやだって俺お母さんが作りますかやから、和食はない。で、洋食ですか。あ、そうやな。俺やからな、とにかく1位は。あの、下々の戦い知らんけど。あの、食べ物、中華、俺がずっとスコープして、ほんとこいつが、ずっとスコープして、こいつが、味噌汁とか、あれひどかった。味噌汁はよくない。惜しいな。あのシュートひどかった。その飲み物ですかで、あれひどい。いいえってなって、いや、食べ物は言うてるやろって言った上での人、味噌汁はよくない。味噌汁ひどかった。味噌汁は。じゃあ、せーので指さしてください。せーの。ああ、そう。いや、その後味悪いな。ああ、俺佐川な。なんで？なんでなんで？いや、なんでというか、そのなんか口になんか嫌なことやろ。いやいやいや、ちゃうちゃうちゃう。最後のコーナーでミスターの気持ち分かった。違う違う、最後のコーナー関係ない。自分がこう足引っ張ってるから。足引っ張る。いや、佐川間違ってる。このそういうコーナーやもんな。足引っ張ってないよ俺。足でまとめ。いや、これおもろいな。もう終わり。皆さん、高評価、そしてチャンネル登録お願いします。